はい、おはようございますということで、今日は妻と飲むで、はい、はい、お願いします。お願いします。今日は何来るの？今日はとんかつ。とんかつで、はい、とんかつでございますね。もう揚げ物を昼からかっくらってビールと一緒に流し込もうということで、お腹を整えていきましょう。お腹を整えましたよ。お腹すいたよ。でね、今日行くお店なんだけれども、実は、まあ、今の家にね引っ越す前に、うん、近所でこうバーがあったんだよね。でそこのバーでなんかお昼限定でお弁当だったりとか唐揚げを販売してまして、うん、いやその時めちゃくちゃ買いに行ったよね、唐揚げ。そう、我が家がねハマったんだよね、その唐揚げに。もうこの唐揚げ以上にうまい唐揚げはないと思うぐらいね、マジでしばらくハマってた唐揚げがありまして、ただねそこがね閉店しちゃったんだよね。そう、移転、移転っていうか、うん、建物の老朽化で閉店って形で一旦閉めたんだけれども、そこからまた引っ越したんですけど、引っ越した先の徒歩圏内に新たにねとんかつ屋さんをオープンしたということで、そうそうそう、まだ行けてなかったんだけれども、まあ、これをきっかけに、ね、今日行こうかなということで、でも話してるうちに着きましたよ。着きましたね。はい、はい、本日お伺いするお店こちらでございます。竜巻屋さんということで、まあ、こちらですね、店名の通りとんかつ屋とんてきがメインということなので、メニューはこんな感じ、まあ、ちょっとねランチタイムでは変わるかもしれないんだけれども、本日はですね、こちらの竜巻屋さんのとんかつとか、まあ、とんてきで大好きなね唐揚げですねそうこれをちょっと中心に食べていこうかなと思います。じゃあちょっともう営業中なんで入りましょう。はい、はい、こんにちは。どうも。こんにちは。あ、どうもお願いします。お願いします。お久しぶりです。ってことで、はい、はい、着きましたよ。はぁちょっと聞いたけど、唐揚げは俺らが愛したそのまんまだっていうからちょっと頼んじゃいますか。はい、一応ですねグランドメニューがこんな感じでございます。こちらが定食に、こっちが単品と、もちろんですね、こちら以外にもこんな感じで黒板メニューもございます。いや、すいません、ちょっととりあえず赤星をいただいていいですか。はい、ありがとうございます。赤星来ちゃいましたね。大好きな赤星。キンキンだよ。キンキンですよ。グラスもキンキン。いいね、この泡の立たない感じ。私はもう手酌でいいですよ。私なんかは手酌でいいんですよ。いや、おはようございます。おはようございます。あー、効く。おいしい。おいしい。キューンって感じ。いやしびれる。持ってきた。うん、何も頼んでないけど2杯目いっちゃう。じゃあ何か注文しちゃいますか。はい、とりあえずさ単品で注文してエンジンかかってきたらライスか頼む。あ、そうだね。うん、うん、特上ロースカツ単品と、単品とトンテキ、トンテキも特上にしようか。じゃあ特特で、特特の唐揚げも頼む。唐揚げもすごい。とんかつ久しぶり。とんかつなんていつぶりよ。わかんないよ。とんかつ屋さんに行かないもんね。食べたいねって言って行ってないんだよね。結局ね、うちの上はだいたいあの茶色ムーン食いたいねって言いながら、ね、食いに行かないから、家でも食べないからね、とんかつ。あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。うわー、うまそう。じゃあちょっと一品目、これ到着しましたよ。山芋の醤油漬けだね。うまそう。美味しそう。美味しそう。使ってます。使ってますよ。食べますか。いただきます。どうぞ。あ、先に、じゃあ失礼して、滑っちゃいそう。いただきます。うん、うん、鉄板よね。しっかりめの、しっかりめのおつまみに良い、うん、やっぱうちもたまに作るけどさ、浅漬けじゃん。まあそうだね、うちは浅漬けだね、うん、いいね、このしっかり系たまには。おいしい。あ、なくなっちゃう。もうないじゃん。頼む。すいません、赤星一つと、あとバイスサワーをお願いします。バイスいいよね。バイス、お、バイス来ましたよ。すいません、ありがとうございます。お久しぶりです。いいね、バイス。これが550円か、うん、
安いな。なかなか大きい。なかなかてか大丈夫だね。いただきます。はい。ありがとうございます。オニオンスライス350円と来ました。ありがとうございます。来た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 。ありがとうございます。うわ。会いたかったよ。会いたかった。ひどい時週2で買ってた。週2で買ってたね。来まして。はい。俺もうちょっとほろ酔いなんだけど。いや、スキッパラだったからじゃない。スキッパラだったからさ。ちょっといただいちゃいますか。これもうそうね、やっことかの前に唐揚げ、うん、食べたい。会いたかった唐揚げ。食べたい。わあ、そうだけど今食べたい。ちょっと今食べたい、出来たてを。これマジでうまいんだよね。美味しい。マジでうまい。いただきます。いただきます。うん。あ、うまい。うまい。おいしい。これ今までさ、うん、テイクアウトで買って夜温め直して食べたじゃん。あ、そうね。出来たてのこのサクサク初めてかも。うん、うん、うまっ。うわもう。うまっ。この唐揚げ絶対みんな食べてほしいわ。だってやってる時に前通るとさ、今日これ唐揚げねって言ってないでさ、なんか勝手に買ってきたよね。勝手に買ってきた。うん、あのキッチンにスッて。あれっつって。じゃあ今日も。決まって他が食えなくなるんで、はい、その1個は私がいただきます、うん、気持ちは食べたいけど我慢。そうね、本当はね食べたいんだけどね、うん、よいしょ。ちょっと俺ヤッコ食っていい、これヤッコ風クリームチーズ。正直この発想はなかったね。うん、クリームチーズに鰹節とネギあえた感じだよね。これもお醤油だよね。そうだね、うん。先食べちゃうよ、これ。はい。うわ。おいしい。うめ。うま。これでも普通にこうやって食べる人もいるのかな。いるのかな。この発想があんまなかったけど、うん、まあでも。あ、酒やこれ。うん。いい感じだよね。うん、ネギいいね、またね。うん。なクリームチーズって何でも合うね、やっぱ、うん、うわ、こんな酒のあてになるんだ。おいしい。気持ちは食べたい。気持ちはね。でも次とんかつも飛んで決まるからね。うんうん、ハージョーさん、一口で食べれるのすごい幸せで羨ましいなと思う。この唐揚げで口をパンパンにできる幸せよ、うん、チキン南蛮も食いてえな。タルタルっていうかさ、チキン南蛮のさソースがどんな感じか気になるよね。あ、気になるね、うん、あ、うん、ありがとうございます。うわ、うまそう。これやばこれやばいよね。ば、基本的に来ましたよ。来ましたよ。これすごいね、このソース部門とこのスパイス部門が分かれてるっていうね。これたまんないね。まあじゃあちょっと出来たてを食べましょう。食べましょう。うん、次先行って、もちろん出来たて先行ってくださいよ。ここちょっといやらしく2個目行っていいですか。どっちがいい。どっち、最初スパイスから来た。あ、はいはい、最初スパイスだけ。行きましょう。スパイスのみで美味しいところ、いただきます。うわ、うまそう。うん、うん、うまい、うまい、うまい。早くちょっと今とんかつ来ましたけど、先にこちら。うわ、うまそう。マジでやばい。ちょっとソースもいっていい？私も食べよう。うん、できたてだよ、これは。うん、うん、あ、もうもちろん脂も甘いし、うん、でもあっさりしてるし、
甘いね、油うまい。ちょっとさ、もうこれとんかつも行こう。あ、行こう行こう、うん、早めにちょっと一回。このとんかつはどれで食うのがベストだ。とんかつソースも自家製ではあるけど、まあ、ライムペッパーか、うんうんうん、一発目塩。塩じゃちょっと贅沢に、せっかく冷めちゃうんで、あのこの真ん中いっちゃってくださいよ。じゃあ縦に向いてる一番贅沢なところ、この子、うん、じゃあちょっと塩でいただきます。どう、ウニ、うん、うまい、うん、久しぶりのとんかつで、これは、うん、やばい、うん、そのまま一回言っていい？あ、もちろん。で、パン粉美味しくない？パン粉、パン粉美味しいよね。そんなそう、パン粉が美味しいんだよ、もうまず。だから塩じゃなくても多分美味しいなと思った。何これ、うまっ。パン粉美味しいって思ったの初めてかもしれない。じゃあ、うまっ。美味しいよね。なんだろうね、うふわって味、うん、くるよね。くる。うん、うん、じゃこのまま食べよう。これ一切れでいいから、うん、一回そのまま食ってほしいな、うんうん、個人的には。うん、俺ちょっとここに出会ってしまったら他でとんかつがもう食えないかも。そのレベルでいいよ、うん、一応ね、一回、まあ、自家製だしね、うん、ちょっと辛子も、うん、うーわー、よっ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 、いただきます。うん、でもそれもそれまだ絶対うまいでしょ。うん、うんうん、うまい、これこれこれ、うん、でももうそもそも塩試してないんだよ。あ、そうだね、そのまま食べたんだ、ウニ粉、うん、でもね、これ油が甘いから、うん、やっぱ塩かけたらもっとこう、そう、増すんだよね。うんうん、おいしいよね。うん、うまっ。もう一個とんかつ食べる。うん、ちょっと端を、あ、真ん中食べていい？いいよ。あ、すいませんね、すいませんね。あのキャベツこういっちゃうから。これ人参ドレッシング気になってんだよな、さっきから。うん、これね、自家製人参オニオンドレッシング。濃そうだね。結構濃厚だね。うん、うわ、うん、分かれた。うん、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 意外にね、塩分少なくない、うん、野菜の甘みがこうグッとくる感じで、このドレッシングすげーうまい。あ、やべ、このかける瞬間インサートだったべな。これでございますよ。うん、うん、うん、やっぱ定食頼んでご飯で食うんだったらでもこれだね。そうだね、そうだね、うん、本当豚がうまいのに調理もうまいから、うん、何食ってもうまい、うん、豚汁頼んで。一回じゃあ次のオーダーで最後にしよう、うんうん、そうそうそう、一回まとめてってことで、締めのね、締めのご飯と豚汁とその他おかず到着いたしました。早速食べちゃいましょう。はい、はい、じゃあもう先にあの出来立てを生姜焼きとライスでいただきます。じゃあちょっと上から失礼して、うわ、これうまそうだな。ちょっとタレをちょっとして、うん、うわ、でっかい、ちょっと大きいから私ちょっと、ちょっとお箸で失礼して。いいよいいよ。でちょっとね、うん、最初お肉だけ。お肉だけ。うん。早いな、うんが。やっぱもう入れた瞬間うまい。生姜が。ああ。うんうんうん。うまい。うんうん、うん。
自分が作った生姜焼き以外久々に食べた。美味しい。確かに最近お店で食べる機会がなかったもんね、うん、一口でいっちゃおうかな。うん、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 うわ、一枚でお米ちょっと気にしながらでも半分なくなっちゃったもん。なくなっちゃうよね、うん、ちょっとこれマヨネーズで、マヨネーズやばくない？うん、豚汁飲みたい。豚汁うまうまい、うん、うまい、うん、締めにかけての汁物いいわ。しみる。もう俺ご飯なくなっちゃうからさ、何杯いっていい？うん、見てこのタレの照りとタルタル具合やばいね。食べたいけど、うん、あのね、ちょっと甘い、甘辛いだけじゃなくてごま油使っててさ、あー、香ばしい香りが入っててめちゃくちゃうまい。もうタルタルが落ちそう。うん、うん、うまいよね。もうコメントする前に飲んじゃってるね。コメントせずにバイス飲んでるもん。流した。めっちゃうまいよね。おかずでもあるんだけど、ごま油の香りで、うん、あのつまみでもあるっていう、うん、タルタルたっぷりで嬉しいね。うん、カレー行く前にお酒なく大丈夫？頼んでいいじゃん。頼もうよ。じゃあ頼む。あ、すいません、倍数2つ追加でお願いします。はい。飲みに行った時とかさ、うん、で今日はさご飯食べたし、うん、前回のさ丸大ホールもさ炭水化物食べたけど、うん、基本食べないじゃん、うん、だ汁物を最後にこう飲んで締めるのが好きなんだよ、うん、で今日どっちもあって最高、うん、バイス追加しましたけど残りのあてはこれだけですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。いきましょうか最後。はい、じゃあ最後今日のラストで。お疲れ様です。うん、ちょっとスプーン使わせていただいて、うん、ちょっとそこからね一回ね。おう、うわ、垂れないように。そう、ちょっとカレーだけ。しかもちゃんとライス残してるし。そうそうそう。いやらしいな。カレー食べてからのライス、これでちょっと食べますね。うん、うん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 、うまい、うんうん、もう一回ちょっと食べる。あ、うまっ。多分スパイスも効いてるし、うん、あと何よりも多分ジャガイモが溶け込んでて、うんうん、あのザラッとした食感がねいいのよ。これのカレー食いてライスで食いたい。あ、カレーライス、うん、うん、うますぎる。うん、じゃあ一旦、まあ、うちのね妻はまだバイスサワーとカレーが残ってますんで、まあ、僕だけねちょっとごちそうさまで。はい、であとはゆっくり飲むとしてもう締めよう。はい、はいはい、ってことでですね、本日はこちら竜巻屋さんでもうずっとね気になってた唐揚げをはじめとしてとんかつでポークソテーだったりとか生姜焼きね、うん、もう余すことなく豚を楽しみましたけど、岩中豚、いや最高だったね。美味しかった、うん、初めて食べた。初めて食べたかも、うん、俺もこのブランド豚は。まあちょっと川崎駅とかから来ると、うん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 、
若干距離はあるけど、うん、まあ、小田栄駅っていう駅だったりとか、うん、無駅はねもちろんありますんで、車だとインターは近いし、パーキングもあるから、うん、あ、そうだね、全然あの、うん、飲むとかじゃなくて、うん、ご飯食べに来るには全然来やすい位置ではあるかも、うん、ここでね美味しいとんかつ食べて、うん、昼休み取って、うん、パワー蓄えてね、また次のシフトに行くなんていうのもね、うん、ありだと思いますんで、ぜひですね、こちら竜巻屋さんで美味しい豚食べてみてください。な、うちは次はもう昼じゃなくて夜だな、うん、でも昼も2人で来ちゃうかもしれないから、来ちゃうな、結構フラフラ来るかもねということで、まあ今日はこんな感じで、はい、あとはゆっくり飲まさせていただきます。お邪魔しました。はい、じゃあね。